ウラジーミル・プーチンロシア大統領の最側近の一人である国防相が2週間、この場に姿を見せていない。そのような中、心筋梗塞の治療中という見方が出ている。25日 ABC 放送と日刊紙デイリーメールなどによると、ウクライナ内務省補佐官は Facebook を通じてロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が心筋梗塞を患っていると主張した。また現在、病院で治療を受けていると伝えた。この補佐官によると、心筋梗塞の症状はウクライナ侵攻が完全に失敗したというプーチン大統領の強い非難後に生じたという。ショイグ国防相は今月11日トルコのフルシアカル国防相に会い、その後モスクワの軍病院を訪問したのを最後に、公開活動から姿を消している。今月24日に公開されたプーチン大統領によるオンライン会議の場面に、ショイグ国防相は姿を現したが、捏造疑惑が持ち上がっている。西側諸国によるショイグ国防相の健康異常説に関して、ロシア政府は公式にこれを否認した。クレムリンの報道官は去る24日お分かりの通り、国防相は今、仕事が忙しいとし当然メディア活動に、積極的に取り組む時ではないと語った。